ゆうこさん、こんばんは。チャンネル登録者数もうすぐ500人ですね。そしてですね、この自閉症 Q&A ですか、子育て Q&A、 このコーナーがあるということは、やっぱりね、視聴者さんから質問が送られてくるんですよね。で、今回はそんなご質問にね、お答えしているゆうこさんの本当とってもね、親身なところ、胸を打たれました。で、今回ね、私の経験もちょっとお話しさせてください。きっと私に今回みたいなね、怒っていただいてくるんだって質問が来た時に、私は自分の経験からこういうふうに答えるかなというところが、ゆくこさんとかなり共通していたんでね、お話しさせていただきます。私は何度かお話してますけども、ヘルパーとしてね、十数年広島の方で、訪問介護をやってまして、いろんなところに派遣されていきました。で、主にやっていたのが療育といって、男の子とか女の子の療育支援ですよね。一緒に宿題やったりとか、キャンプに行ったりとか、体操したり、通学のお手伝いしたり、塾に行って一緒に勉強したりね、まあ本当に楽しかったなと思います。で、その中でやっぱりね、癇癪を起こして暴力を振るってくる瞬間っていうのがあったんですよ。本当に私から見ると、普通に2人でね、こう外出援助をしていたのに、いきなり何をね、勘に触ったのかわからないですけども、急に目をつり上げてね、手を上げて私のところに向かってきて、うーんってこう、すごい形相だったです。こんな感じで、ね、うーんって叩いてくるんですよ。で、叩いてくるんで、私はとっさに避けることもできたんですけども、ちょっとピピンと思ったんですよ。これがコミュニケーションのチャンスだなと思ったんですよ。普段言語によるコミュニケーションがほとんどできない状態だったんで、私はいつもね、身振り手振りとか、それこそこういったね、ノートを持っていて、イラストを描いてやり取りをしていたんですよね。イラストに飲み物、ペットボトルを描いて、こうやって飲むっていう表現をしてもらったりとかね、それから家を描いて帰るっていう表現をしてもらったりとかね、服を描いて着替えるっていう表現をしてもらったりとかで、イラストで、私が描くイラストでお話をしていたっていうのがあるんですよね。まあ非常にスムーズだったです、その時は。で、いきなりこうやってうーんって叩いてきた時に、私が何をしたかっていうと、私はね、わざとね、うわーってやられて、大きな声で泣いたふりをしてね、その場に倒れ込んで、うーってやったんですよ。そしたら、癇癪を起こしてうーって向かってきた子が勢いがなくなって、私は先生って呼ばれてたんですけども、先生、先生、大丈夫、大丈夫っていうふうに、数少ない言葉を駆使して私をいたわってくれたんですよね。いや、非常にね、嬉しかったですね。何が元でこうやって怒り出したのかは全くわからないんですよ。未だにわかりません。でも、私がそれをね、ひらりとかわしたりとか、腕を押さえたりとかして、落ち着けとかやったら、多分フラストレーションがもっと溜まったと思うんですよ。でもやっぱり、まあ小さい男の子ね、当時中学2年生ぐらいの、ちょっと体ちっちゃめなんですよ、小学校4年生か5年生ぐらいの体の大きさだったんですけどね、こうそんなに腕力もないですし、ポカポカポカって叩かれてあげて、その場に私が倒れ込むことによってすっきりしたのかなと思いますしね、それから目の前に気がついたら、いつも一緒にいてくれてる先生が倒れて、もう弱って泣いているというところを見てね、いたわる気持ちをこう起こしてくれたんですよね。で、優しく語りかけてくれて、まあ私が倒れ込んでいてね、こう手を出すと、その手を一生懸命こうやってうんうんって引っ張ってくれるんですよ。力がないんで、私のね、体重80キロ以上ある体は上がらないんですけども、私もね、手を引っ張ってくれた時に、なんかこうほろりとくるもんがあってね、なんか心って通じんだなとか、その頃思いながら、やっぱりこの仕事いいなって思っちゃったりね。まあ、この仕事いいなっていうのは、本当私あんまり言わないようにしてるんですよ。というのが、ご家族の方に、あんたは仕事だからそう言えるけどねっていう風に感じさせちゃいけないと思ったんで、今ちょっとポロッと出ちゃったんですけどね、素直に、あ、この仕事いいなと、やっぱり自分が選んだこの道突き詰めていきたいなと思ってね。で、その私を引っ張ってくれた、私をこうガーッと怒ったね、こうと、まあ、手をつないでね、まあ、いつも手をつないでたんですけども、手をつないで帰ったみたいなことがあったんですけども、やっぱね、こう感動がね、日々ありましたね。言葉は通じないんですけども、気持ちが通じるんですよ。で、その気持ちが通じるっていうのは、私が単に思い込んでるだけじゃなくて、私はね、イラストを描いて、イラストだったら、私は絵のカードとか持ってなかったんで、イラストでね、
こう例えばですよ、こういうふうにこういうふうに書くとケーキっていうふうに分かってもらったりとか、こういうふうに書くとジュースってなったりね、こうやると飲むとかね、ちょっと汚いですけども食べるとかね、こういうふうなあの名詞とか動詞を作っていったんですよね。これが非常にコミュニケーションが豊かになって、で私はね4曲ぐらいね歌をこう教えることができてたんですよ。これでカエルの歌が聞こえてくるよとかね、教えることができて、4曲ぐらいねどんぐりコロコロっていうのはね、身振り手振り付きでやってもらったりとか、半年ぐらいかかって1曲やって、結局ね1年か2年ぐらい4曲やるのにかかったんですけども、その曲を覚えてもらって、で連れて帰った時お家のねお母さんとかご家族に歌を聴いてあげてくださいって言ってね、いやうちの子は歌なんて歌えないよって言ったのを、頑張ろうねはいとかやって歌い出した時っていうのは、家族がねもうその場でひざまずいてね、力がガーって抜けてわーって喜んでくれたのがね忘れられないなと思いました。本当に小さなことの積み重ねが大きな何かにつながるのかなと思いながら、今ねいくこさんの動画を見てついついねここまで話しちゃいました。とっても嬉しかったんです。これ人に言うことではなかったんで、今までずっと誰にも話さなかったんですけども、私がね赤字の店舗を経営しながらでもこの訪問介護のヘルパーを辞められなかった理由っていうのはこれなんですよ。本当なんかね感動があるんですよ。でこれ最後になりますけども、不思議なことにね言葉の通じる社員とはうまくいかなかったんですけども、言葉の通じない、そのね、男の子とか女の子サービスに入ってた皆さんとはなぜかね心が通じたなって気がしました。ちょっと私がこれ勝手に思ってるだけなんですけども、本当にね今はもう時間が経ったんで言いますけども、社員と一緒にいるよりも会社のことをねみんなでやるよりもものすごく私は充実していましたね、というふうなね思い出とともにいくこさんの動画の返信させていただきます。どうもありがとうございました。また動画送ってください。